米大リーグドジャースの大谷翔平投手の通訳を長年務めた水原一平容疑者が違法賭博に関与した問題について、米メディアが資金が胴元に流れるまでを処方した。米スポーツ専門局は、水原容疑者が大谷の口座から盗んだとされる金の流れについて、ラスベガスのカジノ経由で胴元に流出、と報道。今回の件を第一報として報じていた記者が、 送金先や現金化の流れなどを署名記事として伝えている。米スポーツ専門局 ESPN は3月に行われた韓国での開幕シリーズ中に今回の件を第一報として報じたティシャ・トンプソン記者の署名記事を掲載。翔平・大谷から盗まれた数100万ドル、ラスベガスのカジノ経由で堂元に流出、との見出しでキムの流れや仕組みなどを報じた。記事ではこのオペレーション。 業務を直接知る複数の情報筋が ESTN に語ったところによると、一定ミスハラがシ兵大谷の銀行口座から違法な道元に送った一連の50万ドル、約7850万円の支払いはカリフォルニアとラスベガスのカジノに送られ、そこでお金はギャンブル口座に入金され、プレイングチップに返還され、後に道元に支払うために現金化されたと伝えている。さらに 水原の賭けを引き受けていたカリフォルニアのブックメーカー、マシュー・ボーヤーは、ラスベガスのカジノ、リゾート・ワールドの常連客だった。情報筋が ESPN に語ったところによると、水原は自分の負け分をボーヤーの仲間に支払い、そのキムは南カリフォルニアのリゾート・ワールドとペチャンがリゾート・カジノにある自分の、マーカー、口座に送金したという、と続けている。 カジノ内でギャンブルをするためにカジノが貸し出す短期無利息信用枠、カジノマーカーを利用していたという水原容疑者。彼らはマーカー口座からチップを引き出し、それでギャンブルをし、勝てば現金化したという流れが出来上がっていたようだ。米司法省は、水原容疑者は大谷から1600万ドル、約24億5000万円を搾取したとして、4月11日、日本時間12日、 に銀行詐欺容疑で訴追したと発表訴状によると、水原容疑者は2021年9月にギャンブルの堂本と賭博を始め、2年余りの間に総額4067万8436ドル、約62億3320万円の損失を出したとされており、堂本への送金の際に、水原容疑者は大谷の銀行口座を使用していたという。 訴状によると、水原容疑者は同年9月から2024年1月までの2年以上の間に1日平均25回、計1万9000回かけ、金額は1回10ドル、約1500円、から16万ドル、約2450万円。捜査当局が持っている情報として、その期間に水原氏は計1億4200万ドル、約217億5970万円、勝ち。 1> 計1億8300万ドル、約280億4110万円、負けた。純残高はマイナス4067万8436ドル、約62億3320万円となったという。